それから今日はこういう機会いただきまして誠にありがとうございます。それで私のタイトル、ナップサックファミリーのデータベース、ナップサックファミリーデータベース、メタボロミクスからの展開する植物の多目的活用というのはですね、代謝物、二次代謝物、植物はですね、非常に多様な代謝物を作ります。で、それが、生物間でどういうふうに相互作用しているかっていうのをもとにデータベースを作ろうというテーマで研究を進めております。それで、初めに、シドニー・ブレナーさんという皆さんよくご存知のノーベル賞を受けた、先生がですね、DNA は何の役だろう、こういう質問をされました。で、これは、毎日新聞社に書いてあったこの本から取ったんですが、Don't know anything、 何もわからないということと、 DNA だけで全て説明できるほど人間は単純じゃない、だから面白いという、スライドをですね、だいぶ昔に作りまして、あ、そうだ、こんなこと言ってたというのがありまして、これがないと私はこの仲間に入れてもらえません。で、どういうことかというと、ゲノムプロジェクトっていうのはゲノムを決めます。で、このゲノム情報をもとにしてトランスクリプトームとかプロテオームの情報があって、その後代謝物の流れがこう出来上がりまして、生物の動的な代謝反応っていうものが動いて、いろんな二次代謝物がこうできてくるわけです。で、シドニー・ブレナーさんのこの言葉があって、私はメタボローム研究というところで、なんとかこの分野にぶら下がってと、こういう状況になっております。それでこの発想をですね、ただ一つで、ゲノムの情報をからメタボロームまでをつなぐということをやっているというのも非常に大事なことなんですが、この今度、2つ横に並べます。で、人と有用生物というふうにこう並べますと、人は動物だから物を食わなければ生きていけません。だから植物をパクッとこう食べる。で、そうするとその食べたものが元になって細胞の中で、いいように、代謝が流れて、元気にこうなるわけです。ところが日本にはですね、漢方とかですね、植物、食品に対する知識ベースっていうのがあります。で、いかに配合して食べると、この恒常性が維持できるかと、こういう状況になっています。だからうまく配合して食べてあげて、うまく、植物を生育させてあげて、いい代謝物を作ってあげると、人間はよりよく健康になれるというので、こういうふうに2つつないで、この3つの世界をですね、つないだ形でデータベースを作るということを進めております。それでデータベースを作るだけでは、バイオインフォマティクスになりませんので、それぞれの階層について、大量情報をいかに分かりやすくするかという研究も同時に進めております。で、今日は説明しませんが、自己組織化マッピング法とか DP クラスという方法も、開発しております。で、一方ですね、人の機能を 人に対する恒常性、活性ですね、活性を Y にしておいてあげて、どういう植物の配合のものを食べると元気になれるかっていうモデルを作るための方法論っていうのも開発しております。で、こういうものを開発しながらデータベースを作るということを進めております。で、うちで開発したものは全てウェブから公開して皆さんに使ってもらえるっていうふうにしております。で、作ったデータベースはですね、今のところこれくらいです。で、漢方、それからジャム、これはですね、インドネシアの薬用植物で、インドネシアのでもですね、漢方と同じように植物を配合して、健康維持のために役立てるっていう文化があります。で、その配合の仕方を公開してくださる国ってのはあまりないんですが、インドネシアは公開してくださいますので、インドネシア、それから漢方は日本のだからデータがあります。で、こういう情報から始まって世界の、薬用植物のデータです。これはですね、現在全ての地球上の全ての地域の情報を網羅しました。で、これは、ね、非常に大変な話がありまして、いろんな地域に、パソコンでアクセスするとですね、ウイルスがたくさんやってきて、僕のパソコン2台壊れちゃったっていう恐ろしい事態も発生しました。で、やっぱりそのいろんな地域っていうのはいろんな問題があるっていうのをその時知りましたが、まあ、なんとか出来上がりました。それから一番初めに作ったデータベースっていうのが、代謝物と生物種の関係をつなぐためのデータベース、これ全部文献情報からデータベースを作りました。で、現状で5万件の代謝物が入っていて、生物種と代謝物の関係では10万件のデータが入っています。で、さらに、今現状で作っているのはこのバイオロジカルアクティビティ、要するに代謝物がどういうふうに他の生物に活性があるかっていうののデータベースを作っています。例えばキャベツに入っているグルコシノレートっていうのは、モンシロチョウにとっては非常に、イモムシにとってはですね、非常においしい食べ物なんだけど、他の生物を寄せ付けないような、危機作用があるとかですね、そういう情報をここで今作っているところです。
それでこういうデータベースを作るともう一つのプロジェクトであるマスバンクもしくはかつさ DNA 研で作ってもらっている、テーマとなっているバイオマスバンクっていうデータベースからですね、うちのナップサックに来てでいろんな情報がこう獲得できる。でそれぞれの対処物に対して、どういう有用性があるかっていう研究が、進むんじゃないかっていうんでこういうデータベースを作りました。で初めにナップサックデータベースについて説明させていただきます。これはひたすら生物種と代謝物の関係をデータベース化するという作業です。でなんでこういうことをやるといいかというとですね、精密分子量をですねこの頃のマススペクトロメトリーは非常に高精度で測定することができます。で現状では、1ppm のオーダーで、測定できます。そうすると例えばここで 226.0477 というこういうピークに対しての質量数がこう分かります。でその時にその例えばプラマイ1だとですね600個ぐらいの候補分子式が出てこれを実験屋さんに見せると逆に怒られるんですが 0.01 このレベルまで今測れるようになりました。そうすると分子式はほぼ1位に決まります。でこの1位の分子式と生物の情報っていうのを合わせると、あるピークに対して、候補となるものはこの2つである。でこの2つについてじゃあ検討すればいいっていうふうになって、たかだか分子量だけの情報からもですねかなり高精度な情報が得られるとこういういい時代になりました。それで、このナップサックデータベースっていうのを作ればですね、全部 データはデジタル化されてるわけだから、候補の代謝物がガサッと出てきてそれをつないであげて、論文を、代謝経路をこう見積もるっていうこともある程度可能になりました。これが2004年の論文です。それでこの時ですね当時はこのナップサックデータベースはありませんでした。それで測定に3日間で済んでんだけどここのところがですねポスドク2人が1年間論文を集め回してそれでああでもないこうでもないとずっと考えて1年後に論文を作り上げるとこういう作業をしてたわけだけどここが今は、例えば1週間とかそういうレベルになっちゃえばですね研究する時間というのは非常に短縮されますっていうんでこのデータベースの構築をしようとこう決心したわけです。ところがこう決心してみて2010年を目標にしてだいたい5万件を5万種類の対処物を入れようとこう努力したんですがこう見ていただくと分かるんだけど初めはこう順調に進みます。で順調に進むんだけどこう入れても入れても全然増えない時期がやってきます。でこれは何でかっていうと僕が疲れてやめたからじゃなくてこの時はですね、重複チェックでどんどん落ちていくわけですね。それでシステムを入力システムを変えまして一括入力できるように変えて重複チェックもスムーズにできるようになってこのデータベースが今出来上がって公開されております。でこのデータは全部 NBDC さんのところから、ダウンロードできるようにもなってるしうちにメールいただければ全て差し上げるようにしております。でこういうデータベースが出来上がった後でじゃあ世の中で、実際に構造が分かっている化合物はどのくらいあるかっていうと5万件ぐらい今あります。でこの5万件に対してうちのデータベース5万件超えてるからまあ大体、見たいものは見れるはずである。でこれをもとにしていろいろな基礎研究とか応用研究っていうのに発展させていくっていうのが今度我々のメタボロミクス研究の課題というふうになっております。でちなみに日本はですね食材の宝庫と言われてまして、例えば僕が生まれてから死ぬまでに食べる生物の種類の数っていうのは普通の日本人でだいたい1500種類はあると言われています。でそれくらい食べる国っていうのは非常に少ない。でその対応非常にいろんな種類のものを食べるとやっぱり健康になれるということで、こういう食品科学とかですね長寿持続安全社会の構築にもこういうデータベースは使えるんじゃないかというふうに考えております。でもう一つ大きな展開としてはうちで集めたデータベースをですねこう横軸に生物種の数を取って縦軸に、例えば一つの生物だけが報告されている代謝物は何個かとこう数えていくとこういう感じになります。で多分このラインでデータは入るべきであるというんで、推定すると、9万8千件ぐらい本来はデータが入るはずです。でところがうちのデータベースには約2万件の生物種が入ってるんだけど、喧嘩植物というのは22万件あります。でこれを元にしてですね地球上全体の喧嘩植物で作る二次代謝物の数っていうのは106万件とこういうふうに推定できます。だから天然物科学者の方はこれを目標にしてどんどん構造を決めてもらえるとうちのデータベースはますます良くなるというふうになるわけです。でこれの推定についてはこの論文で紹介させていただきました。でもう一つそうすると国と、これは横軸が、生物種の数で縦軸が薬用植物の数です。で日本の文化としてはですね、日本の食草というのは非常に
例えばインドネシアとか中国に比べると薄いんだけど少ないんだけど、薬用植物を探すっていう技術は非常に高いです。だからこのレートで日本は薬用植物っていうのを探してたわけです。でこのラインでいくと天然物で活性があるものっていうのはだいたい36万件で、普通のこの平均のラインでいくと13万件の代謝物が、人もしくは他の生物に対して活性があると、こういうふうに推定ができました。でナプサクデータベースのコアのところはですね、いろんなところでこうリンクを貼っていただきまして誠にありがたいぐらいこう使っていただいてます。それでもう一つはこのナプサクデータベースっていうのはあのウィキブックでもですね、いつの間にか紹介されておりまして、世界でも使ってもらえる。でなんで世界でこうやって使ってくれるんだろうかといろいろ分析してくれる人がいまして、それはなぜかというとこのナプサクのこうデコボコ感がですね、外国の人がこう見てパッと理解しやすいというんで、この凹んでるところでナップサックと覚えてくださるというのが最近こういろんな人のコメントで分かりました。それで、1年のデータベースにアクセスするにはナップサックファミリーと入れていただければ、Google のトップに出ますんで、そこで一番上のページに行きます。でいろんなデータが、論文でも引用されるようになりまして、やっと世界で使ってもらえるという状況になりました。でうちのデータベースにアクセスしてもらうと、これがメインウィンドウで、ここにアクセスすれば今のデータベースにつながります。で例えばジベレリンとこう入れますと、でリストとクリックするとジベレリンというのがどういう生物で作られるか、この場合バクテリアもファンジャイもプランタイもこう作れると、でどういう生物で報告されているかで、リファレンスは情報もここにこう載せると、こういうシステムでデータベースを構築しております。でこのデータベースを使うと、例えば、精密分子量を測定して、時系列で、共通の、共発現する共出現するですね、ピークから、分子量を推定して、それでナプサクデータベースに当てて、リストを作って代謝物の構造を予測しながら、時期特異的な代謝物を探すということにも成功しました。でこれ上の方の例は、これは、ログフェーズで、これ大腸菌なんですけど非常に多く存在している代謝物で、それがステーションになるとここのところが、プロピル化っていうのを起こしまして、こっち側が優位になると、でその関係がきれいに測定できて、それで、うちのデータベースの解析から、このプロパン化っていうのが非常に、ログフェーズとステーショナリーを分けるところで重要であるっていうのもこう分かりました。それでこういうことをやってるうちにですね、イントロダクションのところを一生懸命読む癖がつきまして、世界の薬用植物についてもデータを集めようというふうになりました。でうちのデータベースを見ていただくと、ここが全体にナプサクデータベースのこっち側がですね、どういうふうに使うかっていう領域です。でそこは世界でどのように使われているか、それから生物活性、それから漢方ジャム、それから食べれる植物、それからハーブと、こういうデータベースを今構築を進めているところです。で例えばここをクリックしてもらうと世界の地図がこうボンと出てきます。で例えばここにアリウムセパってこう入れます と、アリウムセパ要するに玉ねぎをですね食べてるというふうに報告のある国がピカピカ光るようになってますので、皆さんこう楽しんでいただけると非常に助かります。で現状で日本の薬用植物もしくは食べれる植物っていうのが1000件ぐらい入っております。で中国がやっぱり一番こう多くて、でなぜか、アフリカ系の国がですね、意外と薬用植物もしくは食用植物というものの種バリエーションが非常に多い。その次東南アジアで、その他の国と、こういう順番になっていることが分かってきました。で次に漢方とジャムのデータベースについて説明いたします。で漢方っていうのは、配合、葛根湯といったら何と何を配合すると、こういう配合の情報があって、その時のどういうふうに改善されるかという情報があります。でこういう情報もデータベース化しております。それとジャムっていうのは、インドネシアの薬用植物で同じような、配合薬用植物であります。でこれはここのところをクリックしてもらうと漢方の世界に行けまして、でここで例えばカッコンというのを選ぶとカッコンを含んでいる配合の仕方っていうのを全部だ、引き出せると、こういうふうになっております。で漢字が非常に難しいので、これ漢字を入力しないで全部選ぶようなシステムにこういう なっております。それで先週まで僕インドネシアにいまして、日本の、某、奈良県のですね、生薬をいつも持っていくんですが、その日本にいる時にはこれは、お腹壊しても大体治る。
で治る。だからこれインドネシアにも持っていこうと思ってインドネシアに持っていくと、これを飲もうが何しようがインドネシアでかかったやとインドネシアで壊したのか治りません。それでじゃあ、インドネシアの薬用植物のジャムっていうのがありまして、これが配合生薬なんだけど、この5種類入ってまして、この5種類の入ってるものを飲むと、これインドネシアでの、腹痛にはすごくよく効きます。でここはまだチェックしてないんだけど、どうも地域ごとにこの効き方が違うなというのが最近分かってきまして、そうするとこういうジャムのデータベースを作るっていうことも、非常に意味があるというふうに私は考えておりまして、このデータベースを作っているところであります。で実際にこれは漢方とジャムについて比較をしてみると、漢方についてはだいたい8種類の生物種が平均使われています。ところがジャムについては5種類ぐらい使われている。それから横軸はフォーミュラ、要するに1つのフォーミュラのみで使われている、生物種の数っていうのを、2個の、フォーミュラで使われている生物種の数っていうふうにこうプロットしてあげると、ジャム率はこう綺麗なスケールフリーのデータになります。ところが漢方はこうぐちゃぐちゃになります。でこれは何でかっていう と、江戸時代にですね、中国から生薬が来なくなったから、日本の漢学者たちが、生薬学者たちがですね、一生懸命改良を加えて日本のものに変えて最適化した。だからこういうぐちゃぐちゃな形になった。ということはこのインドネシアのこの薬用植物、このジャムの作り方もですね、これから変えていけばもっといいものができるんじゃないかということを、考えて、いろいろ情報解析をしてみました。でこれは一つはハッセダイアグラムっていう方法で、上の配合生薬が下の配合生薬を含むと、こういう方眼関係でですね、図を描いてみると、こういうことをしてみます と、上が漢方で下がインドネシア。で漢方の方は非常にシンプルな構造になってるんだけど、インドネシアは、まだ非常に複雑な構造になってます。で多分これは多様な植物層と多様な地域性っていうのがこう出ていて、これをうまく解いてあげると、インドネシアの配合生薬っていうのは非常にもっといいものになるんじゃないかっていうことをインドネシアの、先生に言ったらですね、早速そういう研究を進めることになりまして、インドネシアボゴール農大とナイストで共同構築でデータベースを作りながら、どう9種類の 薬効についてどういう配合であるべきかっていうのをですね、こういう数式モデルを作って解読するっていうプロジェクトが今進んでおります。でそうすると生薬の配合再構築リコンストラクションオブハーバルユーセージという、ジャムの新たな世界ができまして、それで今度またそういうものを開発元にして新たなジャムを開発するっていうことが現在進んでおります。で現在マスバンクから、データをマススペクトルを取るとですね、でここで代謝物が分かって、代謝物から生物種の情報としてどういうものがあるかっていうのも分かるし、酵素これが関わる反応系ですねも分かる、それから、機能ですね、機能も分かるというふうに、データマススペクトルをもとにしていろんな情報を得るっていうことがこう可能になってきました。で最近ですね、こういう解析をいろいろやってるうちにですね、一つ次のことも考えなきゃいけないと、こういうふうに考えました。でもうその大事なことはですね、その今日午前中から、僕の後皆さん医学部のことについて非常に詳しく説明してくださるんだけど、私はお医者さんでも何でもなくて、病気になったらお医者さんに行くしかありません。だけど行くまでどう持ちこたえるかっていうデータベースをこう作るべきじゃないかと、こういうふうに考えまして、そういうデータベースを今構築しております。でなんでそういうことをやろうかと思ったのはですね、もう生活習慣病というのが2050年までに70億人の人に対して10億人になるだろうと、こういうふうに言われています。だから7人に1人は生活習慣病になります。で僕もその系統に多少入っていることもありまして、このデータベースを作ろうというふうに考えています。でもう一つの大きな理由は、二次代謝物っていうのがですね、人に対して非常に効果がいい、効能がいいものがたくさんあります。だからそれを有効利用して社会の人に対しても、このデータベースを引くと、どういうコンディションの時にはどういうものを食べればいいかっていう指針にもなればいいかというんで、こういうデータベースを作り始めました。で一つは成分と病気予防の効果ですね、代謝物、植物の二次代謝物と人の効果っていうものを今382成分について整理し終わりました。でもう一つは食材と病気予防の効果として329食材、整理をしました。でもう一つ日本の文化で面白いのは食べ合わせの、いいものとか悪いものっていうものがですね、栄養学の本にいろいろ書いてあります。で生活習慣病の予防をするにはですね、多分こういう相乗効果っていうのも考えなきゃいけないとっていうんで、414食材に対して3708対のですね、これを食べた時にはこれを食べるといいっていう情報を整理いたしました。でこれについて紹介させていただきます。
で、まずはじめにこの食べ合わせのデータベースですが、カレーライスをこう作ります。で、このカレーライスの材料をこう入れてあげると、これに対して、どれとどれがあると、どうさらにこの効果が上がると、こういうデータベースです。で、例えば、こう見ていって、玉ねぎとですね、玉ねぎと人参を入れると、なんだろう、玉ねぎと人参を入れると肌荒れ防止になるとかですね、こういう情報をいろんな食品学の本から、栄養学の本から入れて、じゃあ今日食べたものがどのくらい相乗効果があるかっていうのがこう出せるっていうデータベースを一つ構築しております。そうするとこれは、いろんな人が使った後で、科学的な意味で、料理を理解することがこうできます。それともう一つ、いろいろなその生活習慣病の本を読んだらですね、すごろくのごとくこうどんどん悪くなっていくっていう図をこう作ることができました。で、結局のところ、まあ、ストレスと肥満とたくさん食べてお酒を飲めば体は壊れていくと、こういう流れになっているわけなんですが、まあ、こういう流れでいろんな方向に行くと。で、例えばじゃあ抗酸化作用を良くするためにはどうした、何を食べればいいかっていうんで、ここを選びます。で、ここを選ぶと抗酸化作用にいい食材っていうのが全部こう出てきます。で、ここに出てくるように、いろいろな食材、ザクロとか、まあ、いろんな食材がこう出てきます。で、次にこれの中の特に効能として効くのはこれでは、タンニンが効くと。で、タンニンのところをこう選ぶと、タンニンの情報が、ここに出てきます。で、タンニンが人に対する効果としてどのようなものがあるかっていうのがこう出るようになっています。で、さらにこれナプサックともリンクしておりまして、この生物が、作る代謝物としてはどのようなものがあるかっていうのはここから検索できると、こういうふうになっております。で、さらにですね、このナプサックコアの他に、あと先ほどのダイエットディッシュというデータベースにもリンクが貼られておりまして、で、これで、じゃあ他にもう一つ何を食べたらいいかっていう情報も、ここで得ることができます。で、この場合ニンニクのところをクリックしたので、ニンニク と、カツオを食べるとですね、疲労回復をするとかですね、こういう情報をいろんな食品学の本を読み漁りましてデータベース化しました。そうすると、これを自分で食べたものをですね、このデータベースに入力し、検索サイトに入力してもらえればですね、ここに入力してもらえれば、どういう効果で今日の食事はいいんだろうかと、こういうことが検討できるようになっております。で、現状では、マスバンクからのデータをもとにして、代謝物、生物種、それから、酵素の情報、それから人に対する効能ですねについての情報っていうのはある程度検索できるようになりました。それから現在 データベースとしてこう構築しているものはここまで全部出来上がっているんですが、データをひたすら入れる作業をやっているところはこのモーターサイクル酵素のデータ と、活性、代謝物の活性データ、それから、食べ合わせデータベース、それから、予防としての、どういうものを食べればいいかっていう情報について、これを蓄積していると、こういう状況であります。で、このプロジェクトはですね、私がそういう、付加情報をつけるっていうことをやっておりまして、で、西岡先生、それから桜井先生、それから相田先生は、今このマススペクトルのからここにデータを移すと、で、このマススペクトルから構造を予測するというところのためのデータベース作りっていうものをメインにやっていただいております。以上です。どうもありがとうございました。